今回は、カブトはカカシと同じくらいの強さ、このシーンの違和感に気づいた読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。気軽にカカシクラス扱いするけど、忍び界では上積みの中の上積みだかんな。当時なんだカカシ先生と同じくらいか。今へ。実際それくらいあるし、当時の世間的なカカシ評と作中カブト戦闘を見ると、まあそんな感じ。自己再生能力の部分でカブト有利かも。こいつ兄さん&サスケと渡り合ってた、マジでヤバいやつだからな。しかも決着はイザナミではめられたようなものだし、江戸天解除させるために戦ってるんだから、イザナミはめるための戦いだよあれ。現在の最高戦力の一角、戦術主要する前段階でも普通にカカシレベルだし、ほとんど一人で忍び世界相手に戦争したようなもんじゃん。江戸天の死体集め頑張りすぎじゃない？ここの部分は完全に趣味なの、ほんとおかしい。作中フルスペック状態だと、サスケとナルトと桜の特徴全部盛りだったからな。迫撃の術が出しとくすぎる。綱で絶対独身だ。とか蛇博士とか今頃寝てるはずだったのに。とか結構好き。すげえ人間らしさ感じるんだよな、そういうところが嫌いになれない。まあその兜が負けたんじゃ、オロチマルも考えを改める。この時期でカカシレベルあったのが、さらに努力と研鑽を重ねて伸びていったやつ。専任化したあたりはわかりやすくめちゃくちゃ強いけど、ここら辺の時期の兜の実力いまいちどんくらいなのかわからない。アスマより強いてか、この時点でこの葉の現役で勝てるのが、兜に勝てるのが伊先生くらいかもしれん。こいつが雑魚だった時期あったかな。ないけど、比較対象のカカシ先生がだらしない先生だと思われてたのとすれば、の時は他に格上の3人がいた。序盤のカカシはザブザ戦の後ぶっ倒れたり、その後オロチマルにビビリ散らかしてたり、イタチに負けたりとかしてたしな。カカシは実際そこまで強くはないから。デイダラ戦でいきなり神できるようになったのがよくわからなかった。強いと言ってもカカシと同じ程度じゃねえ。年齢考えたらあまりにも強すぎる。全体的に周囲からのカカシ先生の評価がすごい高い。カブトはある意味闇落ちしたナルトだと思う。この漫画そういうのばっか。それはオビトじゃない。カブトはあくまでオロチマルの延長線上の存在だと思う。綱で創作編のナルトに対する言葉、当時嫌味だと思ってたけど、読み直すと多分本心で言ってるんだろうなってなる。あと中忍試験の会場全部覆うほどの幻術使えたりするな。オロチマル融合した後のギャハハハハも別に侵食されて狂ったとかじゃなかったんだな。テンション上がると普段でもあんな感じなんだろうな、カブトって。闇落ちしたナルト多すぎない？オロチマルの強さがいまいちよくわからない。ざっくりジライアと同程度くらいかと、ジライアはイタチに勝てて、オロチマルはイタチに勝てないっていう相性問題はあるけど、闇落ちしたナルトを闇落ちしなかったナルトがわかるってばよ。して光落ちさせる漫画だからな。何もかもから逃げようとしやがって、なんだかんだで敵対してるはずの人間に対しても怪我人は手当てしてくれるし、根は善人なんだろうなとは思う。率先してスパイ役に志願したり気遣いしてるからな。一部から強いやつ出すぎだった。燃費悪いシャリンガンが本気の立ち回りの時に必須な、当時のカカシ先生を思うと自前の小技のキレで同程度にやれそうなカブトの方が強そう。神食らったらカブト厳しくね。この頃のカカシ先生は万華鏡の能力使えないし、ライトンも千鳥以外出さないから。読み返してみるとカカシはずっと最上位クラスの強さで安定してるし、評価に見合った活躍もしてるんだけど、なぜかせいぜい中の中くらいの強さにしか見えない。最上位は言い過ぎだろ、格図相手にもずっと劣勢だし。お互い評価が乱高化して、最終的にお互い上積みになった感じがするカカシとカブト。とにかく時間かけて数を揃えれば忍び界全部を相手取れる江戸天、やっぱり狂ってるよ。殺さない縛りで綱でボコるっておかしいだろ、インテリ。まあ弱点の地見せられてひるんでたってのもあるし。混乱させられた神経あっさり把握、綱でピンチ矢印、ジライアたちが増援に来てから血を見せるって流れだったから、怠慢なら多分勝ってた。メガネは道具。名は記号って言っても、今まで戦闘後に割れててもフレーム回収して直してたのがマザーのメガネって判明するのグッとくる。カカシはチャクラ切れ頻繁に起こすのが悪い。カカシ先生は毎回冷や汗かきまくったり、戦闘後に入院したりするだけでちゃんと活躍してるよね。手だれのはずである暗部の皆さんがカブトにおもちゃのチャチャチャされてるからな。こいつもラスボスなに。序盤のカカシ先生がナルトたちにすら寝込んでるイメージ持たれてたのが悪い。戦術も使えるし、最終カブトは文句なく最強クラスの力持ってるな。あなた A 型だったかしら。トラウマ克服した状態の従前な綱でなら、さすがにあの時期のカブトは返り討ちにできたとは思う。
アマテラスはサオカゲ並みに速い相手だと視点ハッカー当たらなかったけど、カミーはどうなんだろう。サスケスサノオの弓矢避ける程度には速いし、千人兜と味方側だから弱いところがはっきり見えるってだけだからね。カカシ先生、カカシ先生普通に強いのに、ザブザにオロチマルと序盤からやたら強いのが出てくるせいで、サスケ奪還編では5人衆相手にしてかなりギリギリだったから、もしこいつも出張ってきてたらこの葉川は死人が出てそう。オロチマルと本気で信じ合ってるのがすごい、旗から見るとお互い裏切りそうなのに。っていうかオロチマルが分離した時しれっと千人か解いてたけど、結局起きてからは千人モードのままだったよな。やっぱオロチマルリスペクトなんだろうか。敵が強いとカカシも強くなる謎の仕様。敵が親友だったおかげでスサノオまで登り詰めて最終決戦についてきたのいいよね。イタチ相手は呼び捨てだったけど、ナルトは敵対してもナルトくん呼びだったのは性格が出てる気がする。読み終えて考えたら、結局育ちが暗くてオロチマル死んだ後瞑想したってだけで、カブト自身は終始前世を捨ててなかった気がする。カカシ先生強いっちゃ強いんだけど、あえて適性の低いシャリンガンにスキルポイント振っちゃったようなバランスの悪さは感じる。うちわでもなく、うちはの師匠がいたわけでもなくて、あそこまで使いこなしてるから適性が低いわけではないというか、うちわじゃないせいか使用コストがなぁ、コスト問題で適性が良くないというのはそうだね。マダラの死体ってどこで手に入れたとか言及あったっけ？黒舌がわざと兜に渡したってかぐやの顛末で言ってる。具体的な場所の言及はない。黒舌が見つけられる位置に出しておいた話はある。ある日カブトが散歩していたら、あの初代ホカゲとライバルだった伝説の忍びの死体が落ちてたのかな。ナルト世界の物差しはカカシ以上かカカシ並みだ。インテリメガネみたいな見た目してるくせに頭脳以外の基礎性能も普通に高すぎる。オビトにインテリ言われて尺に触ったのか、インテリ自称するようになるの好き。ガイとかカカシ以上に強いとか言ってもさすがに嘘だろと思ってた。ピーク時で言えばカカシの方が強かったし、お互いに最大値があそこまで高いとは思わなかったけど、なんだかんだオロチマル尊敬してるの好き。尊敬してる点は変わらず、様もつけたままなのが俺の中で好感度高かった理由だ。そこに江戸天聖習得と千人化と悲しき過去が後からついてきて、俺はびっくりした。ここだと扱いひどい。アスマ先生も常人の中ではだいぶ上積みな方だしな。というか常人が上積みなんだよな。だからアスマも一応強くはある。中人レベルや常人レベルって言われてもピンとこないし、カカシが一番わかりやすいものさし、未だに孤児院時代の寝る時間守ってるの好き。オロチマルも作中で本気出せてた期間がめちゃくちゃ短いのがな。三代目線で腕封印された後は終盤までずっとそのままだからな。16巻から65巻まで両腕封印されてたからね。現実の連載期間だと丸々10年になる。世界中の英雄をゾンビにして刺激して世界に戦争を仕掛けるようなやつを輩出したこの葉の里。一部はキャラも多くないし、カカシが強さのラインだったね。断層はクソだが、やつの脅迫がなければこの才能の塊が埋もれたままだったんだよな。本人的にはその方が良かったろうけど、多分医療忍術の一人者になってたかもしれない。医療忍術の仕事してたから、どの道オロチマルに気に入られてそう。孤児院からアカデミーなルートもあったかもしれないし、わからんさ。ただそっちだと眠ったままの才能はいくつかあったろうな。こういうキャラだと死んだオロチマルのことけなしそうなのにずっと尊敬してる。思い返すと最初のザブザ戦は通常シャリンガンでちょっと戦闘しただけなのに倒れるとか、後半と比べて相当だらしないな。実際中忍試験編あたりで鈍ってるとかでトレーニングしてた記憶がある。暗部始末してから整形するまでの時間で余裕でサスケさらえるよね。性別別、年齢別の死体を10体くらい常にキープして手持ちにしてるのはオロチマルでもやや低く行為なんだよな。アスマはアスマで戦った相手が中忍10人以外はイタチと被弾だからな。アスマが下に見られるのはどうしても被弾ちゃん戦の丸見えギミックに4人もいたのに、しかまる頼みだったのがどうしても滑稽に感じちゃうのがな。アスマ本人は上半身は格闘しながらだから、足で描いた陣まで目がいかなくても無理はないし、カカシオブシャリンガンはナルト2年後を境に成熟度が団地のイメージ能力値は高いけど HP と MP は低そう。やる気あったかはわからんけど、サスケ暗殺の時カカシ先生からあっさり逃げてたな。あの時の死体動かす術は一体チャクラで人体を操作する術は他の里にもあるし、そこまで変でもないかな。医療忍術で動かない神経を代替するチャクラ操作もありそうな世界だ。作中通して死体が自由に使われすぎる。白は偽装だったけど抜け人の死体処理重要なの納得しかない。死体は口を聞けなくても情報を語るからな。おい人の存在いいよね。あれは死魂の術っつっ
って死体の心臓を強引に動かして脳死状態に戻した上で動かすだけの術、所詮死体なんでやれることは兜操作による超体術ぐらい。雷霧と神以外の印象薄いけど、カカシ先生も三代目ばりにいろんな術使い分けられるだろうし、かなり万能型なんだよな。スタミナが欠点だろうけど、被弾が弱そうすぎるのが悪い。実際暁の中では一番弱いと思う。カカシって現役最強クラスじゃん。皆さんは、カブトはカカシと同じくらいの強さ矢印、このシーンの違和感に気づいた読者の反応集についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。